全力少年少女。名張柔道スポーツ少年団。名張市伊賀市でスポーツを頑張る子どもたちの声を紹介します。今回は名張市を拠点に活動する名張柔道スポーツ少年団第2弾。いつから柔道を始めましたか？3年の終わりぐらいからです。柔道を始めたきっかけを教えてください。弟がやってて、私もやろうかなって思ったからです。柔道をやっていて楽しいことは何ですか？技がうまく、上達したら嬉しいです。今後の目標を教えてください。試合で1回戦勝ちたいです。から柔道を始めましたか？去年の4月です。始めたきっかけは何ですか？お父さんが柔道をやっているのでやりました。柔道の楽しいところは何ですか？友達と喋れるところです。大変なことは何ですか？練習です。どんな練習が大変ですか？立ち技とか寝技とかの練習です。今後の目標を教えてください。何かの大会で優勝したいです。いつから柔道を始めましたか？4年。柔道を始めたきっかけは何ですか？警察官になるためです。好きな練習メニューは何ですか？大外刈りです。柔道の練習で難しいなっていう練習は何ですか？抑え込みです。今後の目標を教えてください。試合に勝つことです。